西口平田駅は長野県松本市平田西にある東日本旅客鉄道市のの線の駅である。計画当初の段階では平田新駅と呼ばれていたが、計画が進むにつれ建設予定地の地積である大技、吉川平田にちなみ、吉川平田駅とも呼ばれた。最終的には平田駅に決定した。当時の松本市長である有賀田,田氏が計画を発表し、 建設資金は全額松本市が負担した。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。松本駅管理の業務委託駅で調鉄開発が駅業務を受託しており、自動券売機、簡易水化改札機、緑の窓口設置。各ホームや東口、西口からコンコースにエレベーター設置。駅舎のデザインはいくつかの候補の中から。 市民の投票で選ばれた。改札工場には、平田ステーションの緑地が入った赤いアーチが、かかっている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1221人で、ある。開業後の推移は、以下の通りである。東側の駅前広場周辺は、商業地区となり、数々の小売チェーン店が出店する。 また、駅の北側は区画整備された住宅地となっている。駅の南側には立橋が設けられ、線路と道路が立体交差する。ありがとうございます。